どうも、おばのゼミナール塾長の岡野と申します。視聴者からですね、ちょっと質問をいただきまして、国際金融資本家の、ことは分かったんですけれども、なぜプーチンは暗殺されないんですかっていう、質問を、いただきまして、プーチンがなぜ暗殺されないのかっていう理由を述べるのは正直言ってちょっと、分からないと感じなんですけど、一応まあこういう考えもあってはどうでしょうかっていう感じで、おそらく当たってるんですけど、アメリカとロシアだと核保有している量がですね、まあ、ロシアの方がちょっぴり多いらしいんですね。両方とも今1万発ないのかな、それぐらいなのかな、ちょっと調べたないと分かんないんですけど、まあ、とにかく、大量の、核を保有していると。で、おそらくプーチンがね、核を向けている場所っていうのはね、ニューヨークとね、スイスとね、イスラエルだと思うんですね。つまりそのユダヤ人に対して、核を向けてると、まあ、推測ができるという感じなんですね。ですからね、何を申し上げたいかというとですね、核って何なんですかっていうのを多くの日本人がね、分かってないっていう感じでね、例えばその今チャイナと北朝鮮とロシアとアメリカが日本に核を向けてるんですね。で、核保有国っていうのが結局1945年以降、核保有国同士が大きな戦争したことは一度もないんですね。じゃあどこの国が戦争してるのかっていうのは、核を、まあ、持ってないね、国が代理戦争をさせられてるっていうのが現実なんです。ですから、核を持ってるからどうこうじゃなくて、やっぱりその核保有をね、してる国同士が戦争しないっていうことがまず一つのですね、まず戦争、大きな戦争が起こらないね、この、まあ、76年の、まあ、プレスプリクションになると。ではね、核保有国がね、何をしているのかというと、まあ、北朝鮮とかはまず無理なんですけれども、チャイナはね、大陸弾道弾持たせてくれないんですね。大陸弾道弾、大陸弾道弾も持ってんだか、持ってんな。まあ、アメリカにも向けているんですけれども、で、チャイナがね、まあ、まず向けているのはね、ちょっとそこはちょっと分かんないですけどね、プーチンはね、もう間違いなくね、スイスとね、スイスと、イスラエルとニューヨークに必ず核を向けていると思いますね。それをしとけばね、正直ね、戦争はね、ほぼ起きないはずですね。ですから、矢野さんっていう準陸将ぐらいまで行った人がいるんですけど、その方がなんとかコックスさんっていうやつで、まあ、日本は1945年の8月15日までに核実験成功してたみたいな、本をね、出してたと思うんですけれども、まあ、小生も日本がもし仮にですね、核保有しておけば、要はね、ユダヤ人たちにね、の資産をいっぱい持ってるところにね、核を向けとけばね、非常にね、戦争が起きづらくなるんじゃないかなという形を、なるんじゃないかなと思います。ですからね、小生がまず核保有を、まあ、しろっていうのは、まあ、ジョージ・ケナンとかも、核をね、100発持ってね、
で、やったら核抑止力になる。で、まあ、それぞれの国にですね、まずは最低限核を向けてる国に、核を向けると。で、戦争が起こりそうだなっていうところに関しては、核を持ってない国だったら 1,2 発ぐらい首都に向けておけばいいんじゃないのかなと思うんですね。ですから、まあ、そういうふうにするだけでも戦争は起きない。ただですね、もっと大切なのがユダヤ人たちに核を向けておくっていうことがですね、非常に大切な要素なのかなと最近はすごく思うんですね。ですから、別にそのユダヤ人たちにね、何の恨みもないしね、何にもあれはないんですけれども、まあ、プーチンがね、やすやすと、まあ、暗殺されない理由っていうのが、まあ、そういうところにあるんじゃないかなと、まあ、個人的には思ってます。なので、まあ、そういうふうにですね、で、まあ、まずね、核保有をするとね、ユダヤ人たちがね、日本に、ね、住みたがると思いますね。うん、で、日本がね、核保有するとね、ロシアとね、天然ガスのパイプを引くことができると思いますね。うん、で、天然ガスを引くとですね、まあ、海賊と呼ばれた男とかでもそうなんですけど、まあ、出光、何をか忘れましたけど、で、彼が中東まで石油を取りに行ったっていうね、まあ、お話も有名なんですけれども、そのシーレーンですね、莫大なですね、まあ、石油を守るためのですね、防衛費だったりとか、もしくは石油はもう勝手に蒸発しちゃうんだから、液化しないといけない電気代とかそういうのがなくなっちゃうので、まあ、非常に低コストでですね、日本の経済を回せるという形になると。ですからね、ロシアと要はね、パイプラインを引けばね、もうすぐにね、日本はね、デフレから簡単に脱却ができますしね、もうガソリン代もね、半分以下になるんじゃないですか。そうなってくると、物流の値段が安くなるので、すべてのコストもね、下げることができるので、もうさらに内需が巡る形になって、非常にいいわけですね。ですから、まあ、いち早く核保有をして、まあ、ちょっとイギリスとフランス型のね、まあ、日本よりも GDP がはるかに小さい国なんですけれども、まあ、なぜでかい国がでかい顔ができるかといったら、まあ、4隻以上のですね、原子力潜水艦を沈めて、海に沈めて、そこからですね、こう核をポーンとこう撃つようなスタイルを取ってるんですね。ですから、まあ、それをするとですね、アメリカですらですね、4つ同時に沈めることはできないので、もし沈めてくるような敵国があれば報復核をすればいいと。でも、まあ、小生は、まあ、どっちかというと最低6隻、原子力潜水艦が必要だと。で、その原子力潜水艦を守る、まあ、護衛の潜水艦ですね、これを、まあ、かけるに、だから最低、まあ、大体20隻ぐらいですね、原子力潜水艦を保有してですね、で、それに付随して、自衛隊諸君をですね、訓練して、まあ、できたら国防軍として、まあ、地中深く、地中じゃなくて海中深くですね、まあ、活動していただくという形を取ればいいと。で、まあ、ロシアがなんか今ポセイドンって言ってですね、水中で核をね、爆発させて、で、まあ、なんていうんですかね、そういった港とかそういったところをね、動かさせ、無効にさせるとか、いろんなことやってるらしいんですけれども、まあ、これもなんでかというと、今核ミサイルをですね、電磁波で曲げたりとかですね、まあ、もしくは爆発をさせないとか、爆発をさせるのをすごい上空でさせるとかですね、いろんな兵器がですね、これから出つつあるんですね、研究を進めていくと。
そうなってくると一番有効なのが潜水艦から撃つと水中とか魚雷とかもそうなんですけども全くその電磁波が海には届かないので無効になるっていうこともあって、まあ、そういったところからですねプーチンさんがですね、とかそういったところをやってるという感じなんですかね。ですから日本がですね、まあ、今米中のですねアメリカとチャイナの後ろには同じ国際金融資本家がねいわゆるディープステートがいるんですけれども、まあ、そういった形でですねやれば簡単ではないんですけれどもそれをするまでが大変なんですけれどもそれをもしクリアできたら日本がこれからね面白く、なってくるんじゃないかなと、まあ、個人的には思っておりますということです。それではですねまあそういうことでなぜプーチンが国際金融資本家に暗殺されないんですかといった暗殺されないんですかというアンサーになります。それでは岡野ゼミナルでした。